皆さんこんばんは、 MC ゆりかのゆりかです。今夜もゆりラジの時間になりました。はい、というわけで、前回の初めてのポッドキャスト、思っていたより予想していたよりね、結構皆さんに聞いていただいているようで嬉しい限りでございます。ね、前回もお話しした通り、あくまで自分の記録としてやっていくものっていう認識でやっていくわけなんですけれども、とはいえ皆さんに公開しているチャンネルのコンテンツの一つとしてはね、数字的な目標っていうのもどこかで、密かに胸の中ではこう思ってなきゃいけない部分、有益なお話ができているのかどうかっていうことを測る指標としても一つ、公開2週間で平均再生回数300ぐらいちょっとね、目指していこうかなっていうところで、ただ、まあ、まずは続けるっていうところが一番かなと思いますので、そんな風に、これからもねよろしくお願いいたします。概要欄、そして固定コメントの方に前回もね忍ばせていただいて、気づいてくださってすでに送っていただいている方々もいらっしゃったんですけれども、お便りフォームというものを設けました。こんなお話をしてほしい、ちょっとしたお悩みがあります、なかなか周りの人には話せない、単純にゆりかに話してほしいこと、聞いてほしいことね、私が何かはこうなんていうのかな、例えば病気だったり団体だったり、そういったものをね代表している立場のものではないし、専門家でもないっていうところも踏まえた上でね、一発信者として私の見解が聞きたい、お話ししているところを純粋に聞いてみたい、ね、ちょっともう私と対話しているような気持ちになったら心が救われるっていうようなね、そういう風に思っていただいた方は、概要欄そして固定コメントの方にあるお便りフォームの方からぜひお便り送ってください。めちゃくちゃ鼻声ですね、今日やばいないつも基本的に鼻声なんだけど、めちゃくちゃ自分の声、これヘッドフォンで今聞きながら録音しているわけなんですけれども、すんげえ鼻声だなと思ってはい、すでにお便り送っていただいている方々が送っていただいた時は、ハンドルネームのところに匿名か匿名じゃないかっていうことしか書いていなかったので、なんて言うんだろう、私がお名前を読み上げていいのかどうかっていうのがわからないなっていうところで、私がこのポッドキャスト第2弾を収録している時点でお便り送っていただいている方々のお便りは、ラジオネーム A さんみたいな感じでお読み上げさせていただきますね。お便りフォームの方はすでに修正したので、お名前ね、私に、いつもこうコメントとかでやり取りしていて、僕私が送っていますよってゆりかに知ってほしい方はそこにお名前を書いていただいて、普段のね使っていただいているハンドルネームを書いていただく、匿名で送りたい方は匿名と書いていただく、そして別項目でラジオネームという項目を作っておきましたので、私にラジオで読み上げてほしいお名前、それがハンドルネームと同じ、ハンドルネームで大丈夫ですっていう方は同じくそのお名前を書いていただいていいですし、何かラジオネーム作っていただいて送ってください。はい、ちょっとね説明長くなったんですけれども、よろしくお願いいたします。はい、そんなわけでですね、今日は、話題、議題が2つございます。1つは私の近況に関連することについて、2つ目はですね、私が最近動画で見た幸福に関するお話で、なんかおーってめちゃくちゃ思ったことがあったんですけど、このままだとうおーって思ったまま終わっちゃうなって、絶対頭に定着しないなって思ったので、私なりの言葉で皆さんにもちょっとこう共有してね、自分の身につけるというか、改めて理解をしっかりするっていうことをできたらなと思うので、早速ですが私の近況の方からお話をいたします。私はですね、今月末、3月あたりから、ボロアパートプチ大改造計画を始めます。
あのね、これプチとダイがめちゃくちゃ矛盾してるじゃないかっていう話なんですけれども、プチっていうのはその改造の作業自体はまあ言うて大したことがない、なんかめちゃくちゃ DIY してとかそういうことするわけじゃないのでっていう意味でプチ。大改造である理由はですね、気持ち的な意味では大きなことかなと思ったので、プチ大改造計画というふうに私は勝手に自分の中で名付けました。これね、私はね、今のアパートに引っ越してきて、だいたい2年半ぐらい経つんですけれども、ちょっと経済的な理由でやむを得ず今のところに住んでいて、割と発信してるんですけれども、かなり狭いボロめなアパートに住んでおります。タイムレンジャーの解説動画のコメントをいただいた時に、背景変えた方がいいんじゃないですかみたいなコメントをいただいた時に、いや背景変えられないの、この画角でしか撮れないからここで撮ってるのとかって思いながらね、ちょっとね泣いちゃった経験とかあるんですけど、それはそれで置いといて、この改造する意味っていうところなんですけど、まず話は11、2年遡って、いやもうちょっと前まで遡って、私はずっと一人暮らしというものに憧れてきて、中学生高校生ぐらいの時から、で大学生になった時にもう大学生のうちに一人暮らしをしたいって思ってたんですよね。実家から大学が往復3時間半ぐらいだったから、純粋にその交通その時間っていうところもすごくしんどかったっていうのもありますし、一人暮らしというものにずっと憧れてきたし、もう切実な思いだったんですよ。それ以外 の、 その憧れだけの理由じゃなくて、いろいろねあるじゃないですか、細かくは話さないですけれども、とにかく家を出たくてっていうね気持ちがすっごく強くて、で大学生のうちにって思って、それをこう親にも話したことあるんですけど、現実的に考えて無理だよっていう話をされて、いや私めちゃくちゃアルバイトしてるからそれでどうにかするみたいな、めちゃくちゃ狭いところでも行けるみたいな、なんかそんなお話をしたことがあるんだけど、いや無理だよって言われて、でよくよく自分で考えてみても、あそっか無理だなって飲み込んだ時にね、私は社会人になったらすぐに家を出るけど、それまでの期間何どれぐらいだったかな、その親に相談してからその社会人になってすぐ出たんですけど、家1ヶ月もしないうちに私は家を出たんですけれども、話をしてから家を出るまでの時間っていうのは1年以上まあ1年半とかあったんじゃないかなと思うんですけれども、常にねこの今の部屋を出る、私はいつか出るからって思って過ごしていると、その空間を過ごしやすい場所にしないっていうね現象が起きるっていうことに気がついたんですよね。で、まあ、実際に私はしっかりと自分が宣言していた通り、社会人になってすぐに家を出たんだけれども、まあそれが本当にできたかどうかっていうのは、絶対に家を出てやるって思ってる段階ではまだわからないわけじゃないですか。ってなった時に、その今暮らしてますでも絶対引っ越すっていうのが、その絶対引っ越すっていうのがどれぐらい先になるのかわからない、それがじゃあ2年先3年先とかっていうことになる可能性も十分にあるってなった時に、その2年3年住んでる場所を大事にしないというか、いつか出る場所、ここは仮住まいの場所だっていう認識で過ごすことになるんだ、だから私はよりなんかすごく生きにくい、自分はすごく不幸な場所に住んでるみたいな気持ちになるんだっていうことに気がついて、で実家のお部屋をなるべくもう自分が一生ここに住むかもしれないっていう気持ちで、こうまあ、私インテリア大好きなんですけど、インテリアをその自分のねその時にできる範囲でだけれども好きにね、デコレートしたりとか、家具の配置をめちゃくちゃ何回も模様替えしたりとか、自分の好きなものをたくさん飾ったりとかっていうことをして、
自分が一生住むかもしれないっていう体でその部屋をまあ作っていったらすごく過ごしやすい場所になったんですよ。すごくっていうか、まあ、その一人暮らししたいっていう気持ち、絶対にしてやるって気持ちは変わらないにしても、その自分の家を自分の家だっていう風にしっかりと感じられるようになったんですよね。でこれ私めちゃくちゃ社会人になってからね、人にもめちゃくちゃアドバイスしてたの、それを自分で。よく自分の家がすごく過ごしにくいとか言ってる人たちで、私のね、そのたまたま私が出会った人たちだけど、なんかなんていうのかな、仮の場所として思ってそうな人が多かったんですよね、自分みたいに。だからいや今仮に住んでるっていう風に自分で思ってるから、自分の住んでる場所を過ごしやすい場所にしようとしないんだよみたいな、ここに一生住むかもしれないと思って自分の部屋を作っていくと絶対にもっと良くなるからやってみ、みたいなことめちゃくちゃ偉そうに言ってたの。でもそのアドバイスを聞いてめちゃくちゃ確かにって納得して、いや本当に良くなったみたいな。で家具の相談とかもされてね、私結構そういうの好きだから、でっていうことを思いますよね。で私その昔の自分が思ってすごく自分の昔の気づきをずっと忘れててね、今のボロいアパートに引っ越してきてから。その前に住んでたアパートも、その前に住んでたアパートも今一人暮らししてから3軒目のお家なんですけれども、しっかりね働けてた時代に住んでた場所たちですから、今の場所より全然いい場所だったので、何年住むかとかそういうことも考えて特になかったし、まあ途中でねこの物件ちょっと住みにくいな、こういうところが住みにくいからいずれ引っ越したいなとかっていう考えがあっても、いつかここを出るんだみたいな発想でこう住んでなかったから、そういうその大学生時代の自分の気づきとかについて全く忘れてて、私はもうこのボロい場所に今引っ越してきたけど1年以内に絶対に引っ越すっていう風に思って、でもね、健康状態がいいわけじゃない、全く安定した生活をしているわけではない中で、絶対にっていうね、根拠のない絶対にでずっとそれを目指してやってきて、結局その1年も経って、そっからまたさらに1年以上の時間が経とうとしているっていうね、さっきも言ったように本当に次の場所が決まっているのであればいいけど、もしかしたら私ここに5年間下手したら10年間とか住むっていう可能性もありえないわけではないじゃないですか、っていうことにね気づいて、だったらここをいかに過ごしやすい場所にするか、もちろんいつかここを出てやるっていう気持ちは捨てるわけではない、絶対にそれは目標にしてるし、私はすごくさっきも言ったようにインテリアであったりとかお部屋作りとかがすっごく大好きなので、絶対にね、まあそもそも今の場所が本当にボロいから出ていきたいっていう気持ちがまず絶対にそれはなくならないっていうか、それは大前提なんだけれども、でも決まっていない以上はそれができる、それは絶対に可能である、それを絶対にやるっていうこと、遂行するっていうことが決定していない以上は一生住むかもしれないっていうね、可能性も頭に入れた上でお部屋をね作んなきゃいけないっていうことを思って、そうすることによってこのウォロアパートなりの一番過ごしやすい居心地のいい暮らしというもの、今よりも自分がここにいるっていう実感、自分が落ち着ける場所があるっていうね実感ができるんじゃないかっていう風にね、まあ以前もそう思ったように、12、3年前の自分がそう思ったのと同じようにそうなるんじゃないかっていうか、絶対めちゃくちゃ大きな違いが仮に起きなかったとしても絶対に心境の変化があるなっていうことに気づいたから、そう
ちょっと今粗大ごみとかを出してて、2月末にね結構いらないものを出すんですよ。とにかくまずはこう空間を広くしてみたいなところから始めて、でそこから3月からちょっと本格的にねいろいろと移動したりとか、さらに整理したりとか、家具をまあ買い替えられる、あのちょっと経済的にどこまでが可能かっていうところなんですけど、工夫して、まあ一応ね家のこと何でも自分でできる人なのであの家具とかも全部自分で組み立てるし、あの一人暮らし歴も長いので割とね生活力はある方だから、ちょっとした工夫とかもできるんじゃないかなと思うんですけど、いろいろ考えながらねやっていきたいなというふうに思ったので、そうで、この近況をまずはお話ししたいなと思った理由、一つ目はね、皆さんに食べて、私はめちゃくちゃボロいアパートに住んでいて、そこから発信していますよっていうことを知らない人がいるかもしれないから、このラジオを聞いて初めて知るっていう人もいるかもしれない。なんかゆりかさん、あの画角選ぶセンスなくねって思ってる方もあのいるかもしれないから、改めてね、あの私好きでこの画角で、ね、撮ってるわけじゃない、私が動画を撮影できる場所の中で一番マシな画角はここですよっていうことを改めてあの認知していただけたらいいなって思ったところと、もう一つはね、お話しした通りなんですけど、仮住まいとか、いつか私は一旦ここに過ごしてる、そのうち引っ越すって思ってると、でその本当にそれがね、さっきも言った通り決定しているのであれば別なんですけど、決定していたとしてもね、私それが6ヶ月以上一つの場所に身を置くのであれば、やっぱりねある程度その、まあ、家具とかをこうめちゃくちゃこう買い替えるとかね、あのお金が余裕ある人でめちゃくちゃ家具とかをね取り揃えて買い替えるとかっていうことはしない方がいいと思うけど、6ヶ月の単位だったら。でもできるだけ本当に過ごしやすい場所を作ろうとするということ、あの居心地のいい空間を作るということ、家だって認識できる、私はここに今住んでいますっていう認識をできる空間を作るっていうことは自分の心の安定っていうことにつながると思うから、そういうことをね考えたことがない方ね、あとあの別にあの一生ここに住むつもりだけどっていう形で暮らしている方々も、よりね自分の住まいっていうものにちょっと今よりも興味を持ってみると心の安定につながるかもしれないと思うので、私はすごく大事だと思う。衣食住っていうぐらいですからね、すごく大事なことなのかなと思ったので、だから私もさっき言ったようにプチ大改造、プチっていうのはね、家具とかをめちゃくちゃ私は買い替える余裕があるわけではないので、やること自体はそのめっちゃあのこうゴミを出したりとか、ちょっと変えられるものは変えるとかね、っていうことではあるんですけれども、気持ち的には私はここに一生住むかもしれない、それも踏まえた上でこのボロアパートはマイスイートホームだみたいなね、そういう気持ちにしていくぜっていう気持ちも含めての大改造っていうことでね、皆さんも考えてみてはいかがでしょうかということでね、それが私の最近の近況っていうか、これから今ちょっと YouTube を再び動かし始めたりとかを筆頭に、自分のペースをいろいろね取り戻してる、生活リズムを取り戻すっていうところが精一杯っていう段階ではあるので、本当にね、ゴミを予約するぐらいしかできてないんだけれども、ちょっとこの春は新生活でウキウキね、世間的にもしだす時期にあのそういう風な気持ちになるっていうことが重なったわけなんですけれども、はい、そんな感じでございます。皆さんもホームスイートホームを作ってください。はい、そして今日の2つ目そして最後の話題なんですけれども、ハーバード大学で教授をやっているブルックス教授という方で、ハピネスね、幸福に関するコラムを書いているコラムニストさんでもあるんですけれども、その方が幸福について、幸せについてお話をしている動画を、見たんですけれども、すごく、おー、そうなんだって。っていうか、なんかこう、自分は考えても見なかった発
発想っていうか科学的なことだから想像もしなかった事実なんですけれども、まずね、皆さんもえってなるかもしれない、なると思うんだけど、幸福の対義語は不幸せ、不幸ではないらしいんですよ。幸せの対義語は不幸せではないらしいんですよね。で、言葉としては幸福の対義語は不幸であってると思う、幸せの対義語は不幸せ、言葉としては対義語なんだけれども、脳が幸福と不幸せを処理する場所は全く別の場所なんですって。これちょっと逆っていう言葉を使うとややこしいんですけれども、全く逆の場所で処理をされてるらしいんですね、右脳と左脳で。だから幸福が処理されている場所と不幸せ、全く別々の場所で処理されてるから、皆さんちょっとついてこれてます私に私の説明って大丈夫かなって感じなんだけど、ちなみにね、右脳がネガティブな感情を処理する場所なんですって。だから右脳が反応するのって左半身じゃないですか。右脳で感じているもの、右脳が作動しているものって左の方で体的には現れるから、ネガティブな感情を持った時、例えば話してる相手に対してこの人嫌だなとか、なんかそういう気持ちを抱いた時に反応するのは顔の左側なんですって。左側で、ね、例えば口とかそういうところで動きが出るらしいんですけど、すっげえ面白いなと思ってね。で、その質問者さんが聞いてたのが、良い睡眠は幸福の秘訣だと聞きましたが、なんちゃらなんちゃらですかみたいな質問を聞いてたんですけど、良い睡眠は幸福のコツではありませんと。良い睡眠は不幸せを減らす、英語でね、お話ししてたんで、unhappiness ね、happiness と unhappiness で、unhappiness を減らすために必要なことなんですって。だから健康的な食生活であったり睡眠であったりというものは幸福をもたらすものではなくて、不幸せではなくなるためにすることであるから。で、私はその話を聞いてね、思ったことっていう形でお話しするのが一番わかりやすいかなと思うんだけど、まずどうやったら幸せになれるのかとか、幸福とは何かみたいなことを考える前に、まずね、不幸せでいないための最低限のことをしないと、こう鬱っぽい気持ちであったりとか健康的じゃないね感じの自分になるんだなっていう風に思ったんです。しっかり食べて、しっかり寝て、あとなんて言ってたっけな、そうそう、ダイエット、ヌトリション、エクササイズって言ってたので、健康的な食生活、栄養、そして運動プラスその睡眠であったりっていうのが不幸せでいないために必要な要素でありますとね、いうことをお話しされていたので、まず大前提としてね、しっかり食べ、しっかり寝るっていうことはもう幸せになる以前の話なんだなっていうことを、おーって、まあ それ以前に私はね、そもそもその最初にも話した通り、幸せと不幸せは脳の認知、脳の機能としては全く対義語ではない、別々の場所で処理されている感情機能というかものである、現象であるっていうことにすごく度肝抜かれたっていうね、ことが言いたかったっていうのが一番なんですけど、その話を聞いた上で私はそう、寝なきゃ、しっかりしたもん食わなきゃっていうね、まず思いました。この話ね、まだ続きがあるんですよ。その先生の話すっごく面白かったから、いろいろとねちょっとまだまだ話していかなきゃいけないんですけど、これ以上話すと皆さんも一気にこうインプットしたところで全部飲み込めないよ。まずそもそも何、右脳左脳、幸せ不幸せ、逆ではなくて別々、何みたいな、状態になっていると思うので、これを一旦
私のポッドキャスト聞いていただいているリスナーさんたちにはこの1項目だけで今日はね私の講習が終了させていただいて、それを皆さんなりに理解していただいて、思うことをぜひね思ってください。そしてその先生もね、そもそも良い睡眠は、幸せになるためにやることではなく、不幸せでいないためにやることであって、うんぬんかんぬんって話した上で最後に良い睡眠をって言っていたので、皆さんもよく寝てください。私のこのその先生めちゃくちゃ話すの上手だったから、その話を聞いた上で今私自分が話していて、そんなこと分かっちゃいたけどすっごい、がっかりしてる自分の説明の、一般的にはなんていうの、下手くそな方じゃないと思うんだけど、自分が想像してたよりも下手で、今非常にショックを受けてはいるんですけれども、今日もね2ついいお話できたと思う私、ポジティブにいこうっていうことで、はい、そんなわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後ちょっとテンション高めでね、寝る前に聞くものとしてはちょっとうるせえよっていうところもあったかと思うんですけれども、ジャズ系の BGM をつけて編集していると思うので、若干そこでねうまくバランス取れていることを願いながら、今日はお別れのご挨拶をしたいと思います。本日も聞いていただいてどうもありがとうございました。おやすみなさい。ゆりかでした。